全国障害年金パートナーズの動画。こんにちは、社会保険労務士の宮里です。日本の宅配業界最大手であるヤマト運輸ですが、一時期倒産の危機に陥っていたことを知っていますか？時は1973年、オイルショックにより燃料費が上がり、会社のお金は底をつきかけていました。その前まではヤマト運輸の経営は簡単でした。国鉄、今の JR の事業を請け負い、三越百貨店の配送業務を請け負い、仕事を探さなくても気にする必要はありませんでした。ところが国鉄が不況になり、三越からも値下げ交渉を受けるようになると、ヤマト運輸の経営は傾き始めます。どうやって仕事を探せばよいのか、どうやって売り上げを上げればいいのか、いくら考えても答えは出ません。万事休すか、そう思っていたある日、社長の小倉氏は思わぬ発見をしました。いつものように日経新聞の記事に目を通していた時、ある記事が飛び込んできたのです。その見出しにはこうありました。牛丼の吉野家は牛丼以外のメニューは全てやめてしまって、牛丼一本に絞った。その日、社長の小倉氏は早速吉野家に行きます。そして牛丼を食べ終えた時に全ての謎が解けたのです。そうか、吉野家は牛丼一本に絞ることにより良質な肉を大量に仕入れ、味が良く値段が安い、メニューがシンプルなので素早く牛丼を提供できるんだ。オペレーションが確立されているので、素人のアルバイトでもその日から戦力となり、人件費を抑えながら品質を維持できる。この吉野家の仕組みを早速宅配業にも転用してみたのです。吉野家のように思い切ってメニューを絞り、個人の荷物しか扱えないようなサービスにしよう。こうして黒猫ヤマトの宅急便が生まれました。しかし誰もがこの事業は失敗すると考えました。個人の荷物しか扱わない配送業なんて当時では前代未聞だったからです。でも大方の予想に反して、黒猫ヤマトの宅急便は全国にどんどん拡大していきました。その後どうなったかはあなたも知っている通りです。黒猫ヤマトのヤマト運輸は配送業界のトップに君臨しています。あれもこれもやるのではなく、得意なこと一つに絞る、これがどのような分野であっても成功するための秘訣ではないでしょうか。ヤマト運輸が個人の宅配に専念して成功したように、私たち全国障害年金パートナーズもサービスと特定分野に絞ることで大成功しています。そう、うつ病による障害年金を専門にしていることです。障害年金全般をサポートすることもできたのですが、専門分野を絞った方がより質の高いサービスを提供できると考えたんです。特にうつ病は障害年金の中でも最も難しい病気と言われています。うつ病の障害年金は審査基準も曖昧なので、審査側の主観で結果が決まってしまうことがあります。またうつ病の症状で意欲や行動力が落ちている状態では、あの難しい手続きを一人で行うことは困難です。このような事情から、本来なら年金を受け取れるはずの人が数多く放置されていました。この悲惨な状況を変えたい、こう思って私はうつ病による障害年金専門の社労士事務所である全国障害年金パートナーズを設立したのです。2023年9月の時点では次のような実績が出ています。受給代行を依頼した人数1565名、総獲得年金額36億円。うつ病に特化したことにより、身体障害や知的障害での依頼は受けられなくなりました。サポートできる病気、怪我の対象は狭くなりましたが、その分うつ病の障害年金ならどこよりも質の高いサービスを提供できると自負しています。もしあなたがうつ病で苦しんでいて1年6ヶ月経っても働けない状態が続いているのなら、私たちがサポートすることで障害年金を受け取れる可能性があります。
障害年金という経済的安心があれば、貯金がどんどん減っていくという恐怖から解放されます。苦しんでる今は無理をしなくていいんです。ゆっくりと休んでください。そのためのサポートを私たちがやります。まずはお気軽に電話かメールで相談ください。あなたからの連絡を待っています。うつ病で経済的不安を感じている人は、魔法の靴とうつ病になったティラノサウルスという動画をご覧ください。あなたの不安解消につながるはずです。またあなたのうつ病で障害年金を受け取れるか、私たちが無料で判定しますので、動画のリンク先から判定を申し込みください。